はい、どうもめちゃぬです。本日私はですね、こちらキンプトン新宿東京さんの方にね、お邪魔させていただいてましたけど、これからチェックアウトをしてですね、もう目と鼻の先なんですけども、今からですねパークハイアット東京さんの方にねチェックイン手続きを行っていきたいと思います。まだねだいぶ早いので多分チェックインはできませんから、荷物だけね、預けてですね、まあ、ちょっと新宿の街をね散策して、まあチェックインのね時間になりましたら戻っていければなというふうに思います。ということで、とりあえずねこれからパークハイアット東京さん向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、パークハイアット東京さん、もうね徒歩1分ぐらいで着きましたけど、こちらの39階から52階にパークハイアット東京さんがね入られております。そう、could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust.I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. はい、本日ね43階の43225室ですね、もうねお部屋の準備が、整っているということでございます。はい、いや今ねまだ12時40分ぐらいですね。4322ですね、こっちですね。はい、いやかなりねこんな開放的でしたっけすごいめっちゃ広い、この間接照明がまた非常にね、いい感じじゃないですかね。はい、でこちらです、左手迷子になりそうですね。4322イエス。はい、ということで本日のお部屋はこちらの43225室となりますということで、早速ね入っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと電気をねつけてぐるっと入っていきたいと思います。いやーやっぱり広いですね。あ、ツインベッドがねくっついてスーパーキングサイズのベッドになってますね、素晴らしい。はい、こんな感じのお部屋となっております。ね、時計ちっちゃいね、素晴らしい眺望ですね。はい、もう正直ね上の50階とかありますけど、まあ、40階超えたらもうどこも変わんないですね。今日ねまた天気がいいので本当に素晴らしい、ビューとなってます。レイ君はこの机の下の手にね、びっくりしてますね。はい、こんな感じの、お部屋です。じゃあねちょっとぐるっと、見ていきたいなと思います。これがね、水回りという感じですね。はい、では見ていきましょう。はい、本日はですねエレベーターホール出て結構ね分かりづらいですね。こちらのお部屋、結構左下側のね棟のお部屋となってます。見えますでしょうかね。はい、ですごいねお付きのある、黒いね扉となってまして、入ってね、右手が収納スペースとなってます。まあ、収納スペースなんかもねめちゃめちゃ広い。私も動画を今撮りながらリュックをね下ろしたいなと思いますけど、はい、まあ、こんなところにねアイロンがあったりとか、アイロン台、そして懐中電灯、ブラシ、靴べら等がございます。で、下の方にはね、シューキーパーがね、ありますね。で、この下は、これは何でしょう。これ、靴入れていただくやつですね、ボックス。靴磨きをお願いするときにね、ボックスで入れていただくかという形になります。ここら辺は、
からですね。から。から。そして紙袋があって、これがふわふわのね、はい、もうお子様用の、スリッパもね、準備されてますね。これ触った感じがちっちゃいので、お子様用ですね。はい。ちょっとお子様用見てみましょうか。気になりますね。はい、お子様用のスリッパ、こんな感じです。本当にね、ちっちゃくなってて可愛いですね。はい。で、この上には、はい、スナイギの浴衣がございます。はい。これは何でしょう？セキュリティボックス。はい、セーフティーボックスがね、このようにございます。結構立派ですね。真っ暗かな。はい。という感じです。そして、こちらがね、すぐ水回りがありまして、はい、バスタブ。こんな感じのね、絵がね、こういうふうに飾られててすごいですね。はい。で、アメニティがルラボですね。で、こちらのバスソルトはユズとなっております。で、こちら右手側がウォシュレットトイレですね。はい。自動で開くタイプのウォシュレットとなっております。はい。こんな感じ。で、こちらが洗面台となってますね。はい。あ、ちゃんとね、頼まなくてもお子様用の、はい、こういったね、アメニティが置いてございます。これ嬉しいですね。ママ&キッズ。で、こちらに、はい、アメニティ、お子様用の歯ブラシとか、こんなようにね、一通り準備が整っております。素晴らしい。はい。で、ここがね、ドレッサーみたいになってまして、コンセントがね、2箇所あります。で、足元の方には、体重計ゴミ箱、そして、ルラボのね、ボディローションがございます。で、ここにね、リモコンがあるんですけど、どこにテレビがあるんだろう。どっかがテレビなんですか？まさかこれ？押してますけど。あ、上だった。ここでした。テレビ。はい。ここにテレビがございます。なんか一瞬ね、鏡の中に入ってんのかなって思っちゃいましたね。はい。で、ここにコットン類がね、ございます。はい。で、こちらにもドレッサーがあって、拡大鏡と、こちらにもね、はい、コンセントが2箇所あって、こちらがね、ドライヤーです。伸び製のね、ドライヤーとなっております。はい。まあ、こんな感じのね、バスルームですね。まあね、間仕切りもね、こういうふうにできてですね、まあ、非常に落ち着きのね、ある感じですね。はい。おしゃれ。で、左側がですね、シャワーブースとなってます。まあ、こんな感じのね、シャワーブース。レインシャワーは特にないですね。ハンドシャワーオンリーという形ですけど、ルラボのね、はい、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュがあるといった感じです。で、ボディシャワー、あ、上これ出るのか。ここがボディシャワーなんですね。なるほど。で、ハンドシャワーがこちらになりますね。これが、ここから出るのかな？ここから出るっぽいですね。はい。という感じです。で、ハンドシャワーの方は、はい。まあ、こんな感じで、水圧はね、申し分ないかなと思います。はい。そして、こちらにね、バスローブがございます。結構ね、しっかりとした、タオル生地となっております。はい。ではですね、こちらからもう一回戻ってですね、はい。こっちがね、まあ、メインの廊下みたいな感じですね。玄関入ってね。はい。まあ、こういった絵がね、飾られてまして、レイ君もここでね、靴を脱いでますけど、私も靴を脱いで。はい。これは何ですかね？なんかくるみみたいな？なんかね、ありますね。飾ってあるやつ。で、テレビがあって、はい。もうレイ君もだいぶはしゃいでますね。聞いたっていうことなんでしょうかね。はい。ではですね、まあ、こちらテレビが、50インチだったかな、ございます。で、テレビのリモコンと、BOSE のワイヤレススピーカーがございます。この下には、はい、iPhone の充電器とかですね、DVD プレイヤーがあったり、HDMI のね、コネクタがあったりしますね。はい、これはなんかありがたいですね。はい、で、下にはね、スピーカー等がございます。で、こちらが、お、もう氷が入ってる。アイスペール。
この時間にも氷が入ってるっていうのを初めて知りました。で、こちらね、お水がペットボトルというか、なんだ、アルミ製のね、入れ物に入っております。で、アイスペールの氷ね、つかむやつとか、マドラーとかね、ワインオープナー。そしてこちらがウェルカムスイーツですかね、チョコレートかなんかかな。かわいい。こんな感じの飴ちゃんですね。はい。後でね、いただいていきたいと思います。はい。で、この下には、はい。まあ、こんな感じで、ちょっとね、観音開き風の扉になってまして、もうね、水がちゃんと入ってますね。エスプレッソマシーンと、はい、コーヒーカップ。そして、こうやってね、移動用に飲んでいただくことができるカップもね、ございます。で、エスプレッソのポーションにつきましては、3種類2個ずつの計6個。はい。ちゃんとね、どういったものを使ってるかも飾られてます。で、こちらのコーヒーポーションだったりとか、お砂糖ですね。なんかね、一つ一つが、すごく、丁寧な感じしますね。素晴らしいです。では、こちらの方は、はい、冷蔵庫でございます。はい、ミニバーのね、すべて消毒済みとなってます。これはね、優勝となりますけれども、なんかね、こだわりがある、いい感じのものがね、置いてございますね。はい、という感じです。そして、こちらの上の部分ですね。はい、グラス類とか、はい、湯飲みジャーに使っていただくようなね、カップ。そして、デロンギ製の、電気ケトル。これもね、もうコンセント刺さってるんで、すぐね、電源入れていただくことができるという感じですね。なんか、りくんがソファーで楽しんでますね。はい。で、右側の方には、こちらもね、有料ですけど、シーバスのウイスキーだったりとか、めちゃめちゃおしゃれに飾られてますね。すごい。で、はい、おやつですね。雷おこしみたいなやつとか、ピーナッツとかございます。これがね、はい、すべてのね、バーの料金表メニューとなっております。いやー、こんなね、おしゃれな本があったりとか、絵がね、飾られてたりとか、本当にね、なんか丁寧な感じしますね。はい。そして、こちらがね、お茶ですね。玄米茶とか、あとは、緑茶、煎茶ございますし、紅茶もございます。こんな感じの急須と、湯飲み茶。はい。で、こちらにもね、ワイングラスとか、シャンパングラスがございますと。で、足元にはね、ワインですね。こんな感じの銘柄のものが置いてございます。このスピーカーの音がまた癒されますね。はい。そして、こういった感じでですね、デスクがありまして、非常に、まあ今日のね、ライブはここからお届けするのかなっていう感じですけど、まあ絵が飾られてたりとか、間接照明があって、これもね、メモとか、めっちゃ可愛くないですか、これ。ねえ、可愛いね。こう言っとくね。はい。電話機だったりとか、はい、ルームサービスのメニューございます。まあこちらね、QR コードで、ルームサービスとか客室マッサージとかね、スパトリートメントのメニューとか見ていただくことができるといった感じですね。そして足元にはコンセントが2箇所ございます。こちらにもね、外国製の方でも大丈夫なコンセントがね、ございますね。はい。まあ何よりやっぱりね、この眺望がいいですね。で、レイ君が先ほど座ってたね、ソファーとか、まあこんな感じ。ここもね、ゆったりするには本当にいいですね。ちょっとね、夕方とか夜、お酒飲みながらゆっくりテレビ見ながら、最高じゃないですか。はい。で、こちらね、ベッドの方です。こんな感じですけど、まあ間接照明で、こちらにもね、エアコンのパネルがあって、電気、そしてカーテン類のね、コントローラーがこのようにね、ございます。わかりやすいですね。はい。で、コンセントのコネクターとかね、USB-A が2箇所できるようになったコネクターだったりとか、外国の方の、ね、変換プラグございます。はい。そして、時計とメモ、そして電話機があって、足元にね、コンセントがございますといった感じですね。はい。ベッドも、まあ、ツインをね、くっつけていただいてるんで、めちゃめちゃ広い。これは最高のベッドになりますね。はい。で、こちら側にも同様にですね、間接照明と、はい。こういう感じね。はい。間接照明と、こちらの
変換プラグね、ございます。で、メモとティッシュと電話機がこっちにもあると、言った感じでございます。はい。まあ、本日はね、こちらのお部屋に、一泊させていただくという形です。今回ね、ポイント宿泊でございます。いかがでしょうか？いやー、めちゃめちゃね、素晴らしいですね。はい。それではね、ちょっと逆光なんですけども、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード、下りが 11.48Mbps、アップロード、上りが 41.21Mbps となってますね。ちょっと不安定かもしれないですね。はい。なので、まあちょっとライブとかはね、結構不安定かもしれないですね。ストリーミングとかもちょっと厳しい可能性はあります。はい。ということですね、本日はですね、パークハイアット東京さんの方に、まあ、ポイントを利用してですね、宿泊させていただいております。まあ、グローバリスト特典というわけではないとは思いますけど、まあ、多分ね、無理だろうなと思ってたので、花からね、チェックインというよりは、荷物預けに来たんですけど、ということでね、キンプトンさんから、こちらのパークハイアット東京さんの方に、まあ、約ね、12時40分ぐらいに来たところですね、あと10分ぐらいでお部屋、整いますということでしたので、そのままチェックイン手続きをね、させていただいて、今もうね、お部屋の方にアサインいただいたと。いう状況です。素晴らしい。もうね、入り口の、まあ、ご対応だったりとか、まあ、レセプションのね、チェックインのご対応なども、もう本当にね、気持ちいい手続きでございましたし、サクサクっとね、手続きできて、今お部屋とかもね、なんだろう、もう氷があったりとか、まあ、細かいことですけどね、エスプレッソマシーンにもう水が入ってたりとか、まあなんかね、かゆいところにも手が届く、これやっとかないとなっていうところに、もうね、いろんなところに手がもう加わってたという状況です。で、ワールドオブハイアットのグローバリストの特典ということでね、このようにいただいてまして、まあ、ルームアップグレードということで、到着時の空室状況によるお部屋のアップグレードということで、まあ、もともとポイント宿泊ということもありまして、ツインかね、キングということで、今回はツインのお部屋しかね、3万ポイントで取ることができなかったので、まあ、ツインで取ってたんですけど、デラックスツインとなりまして、まあ、ツインベッドをね、くっつけて、ご対応いただいて、まあ、普通のね、キングサイズよりもさらに大きいね、キングサイズみたいな感じになってて最高です。で、ご朝食がね、無料となります。41階のジランドールっていうね、レストランにて午前7時半から11時のお時間で提供しておりますということで、まあ、10時半ぐらいにはね、ラウンジのお料理は下がってしまうんですけど、まあ、11時まではね、いていただくことができるという状況です。まあ、ルームサービスもね、一応、和食膳のみという形にはなるんですけど、振り替えがね、できるというサービスもあるので、まあ、ただ、申し上げた通り、個数に制限があるので、まあ、早めにね、予約をしていただく必要あるんですけど、まあ、ルームサービスもいいのかっていう感じなので、悩ましいですね。ルームサービスでゆっくりするのもありだし、まあ、でもせっかく来たから、まあ、ラウンジビュッフェでね、ちょっと見てみたいなっていうのもありますけど、今のところビュッフェですけど、まあ、ゆっくりしたいなっていうことだったら、ルームサービスが楽だなっていう気もするんで、ちょっと悩ましいところですね。ちょっとね、悩みたいなって思います。まあ、前日夜まで予約をね、していただく必要があるっていうことですね。はい。で、スパ&フィットネスクラブっていうことでですね、クラブオンザパークのフィットネス及びスパ施設を無料でご利用いただきますよということで、45階クラブオンザパーク午前6時から午後22時ですね、午後10時、最終入館が21時までとなっておりまして、まあ、チェックインの時にですね、まあ、プールの予約をさせていただいてですね、まあ、明日の午前中、11時に、プール、まあ、40分のみという形になりますけど、私とレイ君でね、プール行ってこようかなというふうに思います。で、レートチェックアウトがね、明日16時まで入れるということなので、まあ、ゆっくりね、お部屋でさせていただきたいなと思います。はい。もうレイ君もね、プール行きたいと思いますけど、プールは明日、朝ごはん食べてから行きます。はい。そしてね、その他ご案内ということでですね、まあ、衛生対策とか、ご朝食、イビニングサービスということで、午後6時以降、順次ね、ターンダウンが入ったりとか、この氷の補充、タオルの交換、簡単な清掃を行いますよ、ということであります。はい。で、クラブオンザパークで午前6時から10時までね、プールの利用がね、大丈夫ですよっていうことですね。まあ、6時から22時ですね。で、あと、ワールドオブハイアット会員、全世界のハイアットホテルズで展開しているロイヤルティープログラムですっていうことでね、ご案内があったりとかね、そんなのも入っております。あと、エクスプレスチェックアウトを推奨してますよっていうことでね、ご案内がございますという状況です。はい。ということで、まあ今ね、一通りゆっくりさせていただいて、まあね、動画も撮り終えて、今一段落したとこなんですけど、もうね、1時間半ぐらいなんやかんや撮影とかしてて、もう今ね、
でもね、まだ2時前、13時55分なので、まあ、引き続きね、ゆっくりさせていただこうかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、まあ、これから人がね、ちょっと混雑する時間だと思うので、ちょっと落ち着いたぐらいの時間に、まあ、ちょっと館内散策で、館内のちょっと撮影などもね、行ってみようかなというふうに思います。この大きいお家好き？嫌い？はい、今ですね、お部屋でゆっくりしていたところ、はい、お誕生日おめでとうございますということで、バースデーカードの方と、アメニティですね。これは何だろう？チョコレートとかかな、ね、チョコラティエとか書いてありますもんね。チョコ。そして、なんかね、顔が書いてあるビスケット、おやつみたいのをいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、開けてみたいと思います。では、開けていきましょう。じゃじゃんと。おお、すごい。こんな感じのなんかチョコケーキみたいなやつかな。はい、美味しそうです。こんな感じのものをいただきました。ありがとうございます。はい、そしてね、今スタッフさんが来た時にですね、まあ、レイ君のパジャマとですね、バスローブをちょっとね、今お願いさせていただきまして、これからね、お持ちいただけるということなので、まあ、ちょっとね、可愛いと思いますので、楽しみにね、ちょっと待ちたいと思います。はい。ということでね、こういう感じで、レイ君のパジャマですね。これ10センチ単位でですね、パジャマもあるみたいなので、100センチをね、オーダーさせていただいて、あとね、バスローブなんかも、ご準備していただきました。これがパパの？はい。それレイ君の。なので、あとでちょっとレイ君にね、来てもらおうかなと思います。ということでね、だいぶゆっくりさせていただきました。もう本当にね、何もしたくないぐらい、お部屋でね、ゆっくりさせていただいたという感じでございます。で、こちらね、追加のアメニティの一覧などもね、置いてありまして、もうボディタオルに始まって、コンタクトレンズの保存キットだったりとか、ホットアイマスクだったりとかですね、デンタルフロスピックなどもね、あったりとか、ございました。はい。なので、まあ、ちょっとね、いくつかお願いさせていただいてですね、まあ、デスクランプとかね、アロマディフューザーなんかもね、借りれるみたいなんでね、非常にいいですね。まあ、今日はですね、まあ、ゆっくりちょっとね、お部屋でゆっくりさせていただいて、これからまた22時半からですね、こちらの方でライブをお届けさせていただきますので、そちらのアーカイブにつきましては、上の方にリンク出しておきますので、よかったらね、ご参照いただければな、というふうに思います。ということで、明日の朝ね、朝食、楽しみです。はい、いただいていきたいと思います。ということで、今日はね、おやすみなさい。また明日お会いしましょう。おはようございます。いやー、ぐっすりね、昨日眠ることができました。まあ、ライブもね、盛り上がりましてですね、初めてコメントいただける方も非常にね、多くて、よかったです。楽しかったです。はい。今日ね、富士山もなんかめちゃめちゃ綺麗に見えてですね、素晴らしいビューでございます。もう最高のね、目覚めという感じです。めっちゃ眠いですけど。はい。とりあえずね、これから朝食の方、食べに向かっていきたいなというふうに思います。いやー、楽しみですね。まあ、とりあえず、昨日のね、ライブとかでも、和朝食もね、皆さん結構おすすめいただいたんですけど、まあ、私だったらやっぱりビュッフェじゃないかということでしたので、はい、向かっていきたいなと思います。なんかね、ランチなんかもね、グリルの方で、いいんじゃないみたいなコメントもいただいたんですけど、まあ多分ね、朝食べ過ぎてしまって、全然お昼ね、食べれないことがほとんどなので、はい。
まあちょっとお腹の様子とね、ちょっと相談しながらという感じですけど、まあとりあえずはね、朝食に買っていきたいと思います。行ってまいります。はい、とりあえずね、サクッと今ね、席の方にご案内していただきまして、ホットチョコレートを出させていただきました。こちらがね、あの新宿の街がね、非常に綺麗に見ていただける方にアサインいただきました。とりあえずね、こんな感じでちょっとおしゃれな感じの盛り付けになっちゃいますね、やっぱりね。はい、そしてね、ホットチョコレートいただいております。ポットでね、来ていい感じですね。いただいていきます。はい、ということでね、いただいていきます。まずホットチョコレート、あ、めっちゃ濃厚、めっちゃうま。これは多分ね、ビターじゃない方ですね、甘い方。うん、久しぶりになんかちゃんと膜が張るホットチョコレートいただきました。この後ね、アラカルトで、エクベネディクトとかオーダーしたいなと思ってるんですけど、和朝食につきましてはもうね、やっぱり完売という感じですね。まあ、いただきます。うん、まあ全体的にやっぱり落ち着いてます。最高。和のね、アラカルトというか和のメニューもなんかおしゃれ、あのカニのね、みぞれあえみたいな。うん、うまっ。あとブリね、煮たやつですね。うん、うまっ。いちごディニッシュですね。めっちゃいちご豊富。うまっ。はい、ヨーグルトもですね、アマオーとですね、宮崎マンゴーのヨーグルト、福岡アマオーと宮崎マンゴー、九州ですね。すごい、瓶で美味しそう。じゃあね、アマオヨーグルトいただいてみたいと思います。あ、めっちゃ滑らか、美味しい。めっちゃ滑らか、びっくりするぐらい滑らか、うまい。あ、マドレーヌを持ってきていただきました。はい、ということですね、今マドレーヌをね、お持ちいただきました。焼きたてなんでしょうかね、ちょっとね、いただいていきたいと思います。はい、ということでマドレーヌ、熱いですね。バニラとお砂糖とっていう感じです。いただきます。うん、ふわふわ。あ、しかもね、甘すぎなくていい感じです。はい、こちらのね、ちょっとバターを使ってみたかったので、パンをね、焼いていきました。めっちゃ美味しそうじゃないですか、このバター。はい、これじゃあね、いただいていきたいと思います。じゃあね、ちょっとたっぷりめにつけていただいていきたいと思います。こんな感じかな。塩味が結構強い感じなのかな。ちょっと楽しみですね。はい、それじゃあね、いただきます。うん、なんだろう、うまい。なんか味を探ってる間にめっちゃ食べちゃいました。美味しい。はい、そしてね、エッグベネディクトがやってきました。あ、めちゃめちゃ可愛いね、ハムね、オーダーさせていただきました。はい、ではですね、エッグベネディクトいただいていきたいと思います。パインパカン、いやー、いいですね、美味しそうです。はい、ということでめちゃめちゃ濃厚で美味しそうですね。いただいていきます。うん、うん、塩味もちょうどいい、うまっ。はい、そしてね、パンケーキの方がやってきました。これもね、バターとアイスクリームが別でね、アイスクリームなのかな、クリーム、はい、来ましたんで、いただいていきたいと思います。美味しそう。それではね、パンケーキいただいていきたいと思います。アイスじゃないんですよね、何クリームって言うんですかね、これ。バターもね、つけて、
はい、まずはね、パンケーキの、まあ、そのまんまいただいていきたいと思います。美味しそう。あ、うまっ。クリームが思ったより甘い。美味しい。そしてフルーツもね、いちごと一緒に。うん、これは美味しい。甘いわけですよね。私あのシロップかけましたもんね忘れてました。だからクリームの甘さより多分これ普通のシロップの甘さですね。はい、ということでなんかね、質がいいね、朝ごはんをいただけてるっていう感じでね、めちゃめちゃいいですね。じゃあこれを、食べ進めてお部屋の方に戻っていきたいと思います。うん、うまっ。はい、ごちそうさまでした。朝食めちゃめちゃ美味しかったです。はい、あのもう質の良さをね感じられましたね。はい、最高でした。なんだろうな、もうね、めっちゃいいですね。はい、もうそれに尽きるかなというふうに思います。まあちょっとね、休憩させていただいて、本日11時にですね、あのプール予約できてますので、後ほどレイ君とね、プールの方に行ってみたいなというふうに思います。で、皆さんね、結構あの、クラブオンザパークの更衣室ね、皆さんぜひ使ってねっていう感じで、ライブでも教えていただいたので、まあできればね、あの、行ってみたいなっていう感じでございます。なので、バスローブとかスリッパで行かず、あの、あえてね、あちらで着替えていくという感じでね、考えております。ということで、まあ、ちょっとゆっくりして向かっていきたいと思います。はい、ということでね、2人とも今水着を着てバスローブ着ましたんで、これからね、プールの方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、クラブオンザパーク、こちらの左手ですね。そして右手です。はい。はい、そして、ね、また別のエレベーターでプールがある47階に上がっていきます。はい、今ねプールの方にやってきました。まあね、何名かいらっしゃるので、まあ、軽くねこれからプール入っていきたいと思います。はい、ということですね、あっという間にもうね、もう間もなくチェックアウトの時間となります。まあプールね、レイ君と入ってきた後にね、ちょっとレイ君を昼寝させて、サウナの方にね、行ってきました。クラブオンザパークですね。まあ、やっぱりね、まあ、更衣室が昨日ね、すごいよっていう。まあ、確かに更衣室すごかったですね。リラクゼーションスペースがあったりとか、イソップのね、あの、ボディーローションだったりとか、まあ、シャンプーとかも全部イソップでね、揃ってましたけども。で、あれでしたね、ドライヤーがダイソンという感じで、まあ、結構ね、まあ、クラブの会員の方っぽい方もね、やっぱり結構いらっしゃったので、まあ当然ね、更衣室ということもありますから、撮影はね、行っておりませんけど、まあサウナはね、あの、まあ広いわけではないんですけど、2箇所と、スチームサウナが1箇所と、水風呂。そしてね、真ん中に、十字型の大浴場があってね、あの非常に、なんだろう、豪華絢爛っていうんですかね、まあ贅沢なね、作りだなっていう感じはしましたね。で、リラクゼーションスペースあって、まあ有料ではありますけどね、あのなんかラウンジのあのドリンクなんかもあったりとかしてね、すごいなというふうに思いました。まあもっとね、やっぱ早めに行って、あそこでね、あのゆっくり過ごして、お部屋でゆっくり過ごしてって繰り返すのが、まあ多分最高の使い方なのかなというふうにね、改めて思いましたので、まあ次回ね、あの、来る機会があった際には、まああちらもフル活用してですね、もう本当に、ぐーたら三昧しようかなというふうに思いました。まあね、あの、パークハイアット東京さん素晴らしく、良かったですね。まあ、あの、贅沢を言えばですね、クラブラウンジがないので、なんていうんですかね、前の、デライトサービスみたいなね、みたいなものがあったら、まあ、言うことなしだったかなという感じはしますけど、まあ、それがなくてもですね、余るくらい、あの、非常にね、良かったかなというふうに思います。まあ、今回本当にね、ポイント宿泊でございましたので、良かったなと思います。これね、通常だったら、やっぱり今のレートだとね、土日で15万前後ぐらいとかね、やっぱしますんでね、すごいなという感じはしますけどね。はい。ということで、あの、大変満足いく、資格となりました。ということでね、あの、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かった方は、ぜひね、高評価ボタンとコメントね、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方では、こういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。
couldn't get any closure, like a heart attack. But then you came back with flowers, explaining for hours how you intend on winning me back. How could I have known you were still half detached?